ようこそデータサイエンス研究所へ。はい、今回はですね、ガウス分布のベース推定、ついにミューとラムダ、どっちも推定するベース推定について扱っていきたいと思います。はい、ちなみに、最後なんですけど、これ知ってるよって人いますか？なるほど。では、解説していきたいと思います。まずガウス分布とガンマ分布、もう説明するまでもないかもしれないんですけど、まずガウス分布を、今回はガウス分布がまずデータが発生すると仮定して、で、事前分布が2つですね。ガウス分布とガンマ分布を2つ仮定しますと。つまり3つ確率分布が出てきます。それについて解説していきます。はい、今回考える問題なんですけど、以前の2つの動画と一緒で、この身長たち、人の身長たちを考えます。で、このミューっていうのは平均身長で、ラムダっていうのは身長の分散の逆数。つまり、平均と分散をそれぞれベイズ推定していきたいっていう問題を考えます。で、推定の手順はいつも通り、モデル事前分布、事後分布、予測分布で解説していきます。ちょっとモデルが複雑になるんですけど、まずどういうモデルかっていうと、X っていう、このデータですね。それぞれの身長のデータっていうのは、ミューとラムダが与えられた上で、平均と分散の逆数が与えられた上で、正規分布に従うと仮定して、で、このミューっていうのは、ラムダが与えられている上で、正規分布になると仮定して、で、さらにラムダっていうのはガンマ分布になると仮定するわけですね。で、図で書くと、グラフィカルモデル書くとこうなります。XN っていうデータがあって、これは正規分布に従うと。で、それの平均っていうのも、平均、求めたい平均パラメーターを、事前分布として正規分布に従うとします。で、この時は、ミューと、あと、ベータっていうのを、からミューが発生させられると。で、このミューの分布の中に、ここ見たらわかるんですけど、ミューの分散の部分、事前分布の分散の部分に、ベータが入ってるんですね。で、このラムダっていうのは推定するこのラムダの値が入ってて、つまりこのラムダっていうのをミューでも使うので、ここ矢印が入ってます。で、このラムダはこのガンマ分布に従うと。で、このパラメータは普通に A と B になります。これがモデルになります。はい、この板書では、ミュー、平均の事後分布っていうかベース推定について考えます。で、まず、同時分布が何かって見たときに、考えたときに、さっきのグラフィカルモデルを見ればわかるんですけど、X とミューとラムダの同時分布っていうのは、まずラムダは単独で発生してて、平均ミューっていうのはラムダがあって発生すると。で、ミューとラムダは、ミューとラムダが出て X が出るっていう、こういう同時分布になるのがさっきのグラフィカルモデルからわかると思います。で、これで対数事後分布を考えたときに、このミューですね。ミューの事後分布を考えたとき、ラムダと X が得られた状態だとして考えますと。そうすると、分母っていうのはこの条件の部分の確率。で、分子っていうのは同時分布になりますと。条件付き確率の定義からですね、これは。で、これを、上の部分はこの同時分布を入れますと。で、これを、ログでもう一回分解して関係ない部分をこのコンスト C にまとめると。要はこれ、μ に関係あるのってこの上の2個だけなんですね。この正規分布、仮定した正規分布の部分と、事前分布の正規分布の部分。で、これをログで分解するとこうなると。正規分布 n 回出て、事前分布の正規分布が出て、それ以外はコンスト、定数とすると。で、これを μ2 乗と μ の項でまとめますと。これはもう前回、嘘、前々回の平均のところで、計算が載ってるので、それを参考にすると、ちょっとそこ、今回は省きます。2個あるので。で、どうなるかっていうと、それぞれベータの値と、あと μ の値がそれぞれこのように推定できます。はい。で、次、ラムダについての推定を確認していきます。次、ラムダの推定なんですけど、ちょっと複雑なんですね。このまず、事後分布、μ、さっき考えたやつを考えます。ラムダと X が得られた上で μ が出るのは、ラムダの X 分の同時分布になると。で、この分母の部分って、乗法の定理から、X が出て、X からラムダが出るような確率の掛け算に直せます。で、これを、この下の部分と、この P、μ、ここの部分の、イコールの式で、ここですね、僕たちが知りたいのは、X が得られた上で、データが得られた上でのラムダの事後分布を考えたいので、この部分イコールの形にすると、こっちになります。事後分布のラムダっていうのは、
まあ、こういう形になりますと。で、これの分子の部分っていうのは同時分布、さっきの板書で考えた同時分布になるので、結果こういうのになると。で、これは、これで、ラムダについての部分だけ取るんですけど、この、わかります？ PX 以外全部ラムダなんですね。めちゃめちゃめんどくさいと。これが正規分布ですね。仮定した正規分布。これが仮定した、正規分、事前の正規分布。パラメータの。で、こっちがガンマの正規分布。あ、じゃあ、おかしいな。こっちがガンマ分布。ラムダのガンマ分布で仮定した分布。で、この下のこれが、事後分布。μ の事後分布。さっき計算したやつですね。この4つの分布を使って、このラムダの事後分布を求めなきゃいけないと。それで実際に対数事後分布、ラムダを計算すると、まあ、さっきのこの関係ある項だけ足し算と引き算で持ってきて、それ以外をコンストにまとめます。で、これをまあログで分解すると、同じようにこの、まず正規分布の N 個分のデータのやつと、μ の事前分布と、ラムダの事前分布ガンマと、μ の事後分布の引き算。これで、まあ、で、ログを分解できたと。で、これをログラムダとラムダの項でまとめますと。で、これはガンマ分布の時と同じようにやるので、まあ1個前の授業ですね。まあ要はだからポアソン分布か。要はまあただここに正規分布の式入れて、ガンマ分布の式入れて、じゃあログラムダの項とラムダの項で分けようってやるんですけど、これを書き上げるとめちゃめちゃめんどくさいんですね。だから省いて結果だけここに載せますと。はい、結果だけ載せると、ログラムダの係数が2分の n 分の2分の n プラス a-1 で、ラムダの部分の係数がちょっと複雑な形になると。はい、で、まあ結果これは、まあ、ログラムダとラムダでくくれるので、事後分布もガンマ分布になると。はい、で、まあ結果としては、もうこの係数を事前分布の対数と比較すると、まあ、うまく A と B の更新式が得られると。最後まとめですね。めっちゃちょっとベイズ推定の式を省いてしまったんですけど、まあ、今までのこのベイズ推定の流れを見ていけば、全部自力でも解けると思うので、まあ、ぜひやってみてください。めっちゃ計算めんどくさいですけど。はい、で、まず今回例え考えた例っていうのは、まあ、身長、もう N 人の身長のデータがありますと。で、このデータのまあ、平均と分散っていうのを、パラメ、ベイズ推定で求めますと。で、考えたモデルがちょっと複雑で、データが正規分布に従うと。で、その平均も、平均の事前分布を正規分布として、その分散、で、得られたデータの分散の逆数っていうのをガンマ分布において、それぞれ推定しましたと。で、これはうまくいくので、まあ、うまくいくのでっていうか、計算すると、その μ の事後分布、μ の事前分布が正規分布、ラムダの事前分布がガンマ分布だったんですけど、それぞれ μ の事後分布も正規分布、ラムダの正規分、ラムダの事後分布もガンマ分布っていうように、まあ事前分布と同じ結果が得られました。はい、で、これも結果予測分布を考えると、スチューデントの t 分布になります。はい、いかがだったでしょうか。ガウス分布のベイズ推定、 μ とラムダを求めるバージョンですね。もしよろしかったら、チャンネル登録、高評価、コメント、ぜひぜひお待ちしています。それではまた、バイバイ。